ここがプリトビチェ湖群国立公園の中で一番大きい滝ですね。ずっと見てられますね、これ。これは感動。美しいです。
て、プリトビチェ古群国立公園の最後にですね、絶景スポットで写真を撮りたいんですけれども、それが大きい滝の裏側にある展望台なんですね。で、そこに行くためには一度国立公園を出ないといけないんですよ。古群国立公園の敷地内から一度こう出て、そしてちょっと歩かないといけないんですけど、地図上ではその展望台は乗ってないので、ちょっとね裏ルートですけれども、一回このように公道に出て、それで、写真を撮ると。まあ、なのでこの古群国立公園だけではなく、ここら辺一帯をハイキングするハイカーたちがいるんですよね。で、その人たちが、まあ、写真を撮ったりするような場所なんでしょうね。はい。まあ、結構随所にですね、やっぱりあの絶景ポイントっていうのはあるんですよ。もう滝の真上とか行けなくはないんですけど、まあ、ちょっと危険ですね。崩れたりしたら本当に死ぬ。管理されてないエリアだったりしますし、柵とかフェンスがないので、まあ、ここはもう自己責任ですし、まあ、なんかあったら迷惑かかっちゃうんでね、まあ、線は越えないようにというところですが、ギリギリを攻めていきたいと思います。例えばですね、ここ大きい滝を正面から、しかも高い高台からですね望む展望台なんですけど、こちら、これここ国立公園のあのチケットの範囲外なんですよ。なんで地元とか、ただハイカー、外側を歩いているハイカーたちはここから写真撮ったりしますけど、実際にチケットのエリア内でだけで動いているとこの場所にたどり着くことはできません。そのチケットのエリアとその外側の境界線の部分には警備の人がいたりして、まあ私出るにあたっては何も言われませんでしたけど、もう一回入り直すときに何か言われるかもしれないですけどね。まあ一応チケットはあるので、まあ見せてどうかなっていう感じです。こんな感じですね。ちなみにチケットを見せたら普通にまた再入場させてくれましたね。エリア外に出たからダメっていうか、これルートと違うとこなんで来たとか、まあとにかく細かいことは言われませんでしたね。まあちょっとほっとしました。